はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。今回プレイしていくのは、トイストーリー 3DS のゲームですね。続きをプレイしていきたいと思います。前回までにですね、サニーサイドにやってきたウッディたちなんですが、ロッツォが早速現れてますね。そこから見ていきたいと思います。いや、こんにちは。知らない声が聞こえてないって。まあ、ロッツォって最初はいい人ぶって近づいてきますからね。サニーサイドへようこそ皆さん。ロッツォバグベアだ。どうかロッツォと呼んでくれ。と言ってますけど、このロッツォなかなかの悪者なのは、トイストーリー3を見たことがある人であれば、よくよくご存知だと思うんですけど。そんなロッツォとの会話が進んでいきます。まあ、アンディが大学に進学して、家を離れるにあたってウッディは連れて行って、その他のおもちゃたちは屋根裏部屋にしまう予定だったんですけど、まあ、手違いがあってお母さんが捨てちゃうんですね。そんなゆえがあってサニーサイドにやってきたというところなんですね。でサニーサイドっていうのは、まあ、幼稚園なので、そのアンディみたいに大人になるっていうよりかは、小さい子が次から次にやってくるんで、おもちゃが捨てられる心配がないよっていうことを、まあ、ここでロッツォは言ってるんですけど、まあ、実際そのサニーサイズっていうのは年長組と年少組に分かれていて、年長組はあのおもちゃのね使い方っていうのがもう分かっていて丁寧に扱われるんですけど、年少組はまだ何も分かってないんで、こう投げたり踏んだりめちゃくちゃにされちゃうっていうのがこの先の多分展開であると思うんですけど、まあ、そんな展開があって3人サイドから逃げ出すっていうようなね、そういうシナリオにもなっていたかと思います。トイストーリーの3番目の作品ですね。まあ、その3人サイドを牛耳っているロッツォに、まあ、半ば騙されるようにバズたちは3人サイドに残るという選択肢をして、ウッディは、まあ、アンディが捨てたわけじゃないっていうのを知っているんで戻ろうと言うんですけど、まあ、結果的にサニーサイドにね残るっていう選択肢になってしまったかなというふうに記憶してます。さあここで、プレイが始まりそうですね。芋虫組から出る道を探せと。やっぱサニーサイドから逃げ出すんですね。ここはこれはこのスターのところに行けってことか。小物おもちゃには電池がいる。電池をまず取ってこいってことだな。じゃあ早速電池を探索しに行きましょう。さっき電池がどっかにあるのは見えたんですけど、どこにあんだ。イマジネーションボールも取りましょう。イマジネーションボールを取って、あ、ここにありますね。おっと、登れない。登ってあのイマジネーションボールも取っちゃおう。よし、そしたらこの電池を取って、電池をさっきのおもちゃのところに持っていきましょう。よし、セットしたぞ。ウッディのパワーアップをしろって言ってますけど、これでパワーアップになるんだろうか。お、なんか動き出した。これ上に行くんだな、きっと。上に行ったり下に行ったりするんで、これに乗っちゃいましょう。そうするとまた上に行くはずだ。そうするとこのスターが取れるんですね。取ったぞ。ブーツストンプがパワーアップした。
これできっとジャンプ力が上がるのかな。おお、これが多分破壊できるんだな。うん、そうですね。こうやって破壊すると何か出てきたりするのかな。何も出てこないな。で、城の上まで行けって言われても、この城の上には行けなそうだな、このままだと。なんかまた仕掛けがあるんですね、きっと。どうすればいいんだろう。なんかありそうですね。何もない。そうするとお城の上まで行けって言われてもどうやって行けばいいんだろう。これは破壊できるのかな。この太鼓を使ってお城の上に行けるぞ。なるほど。まずは先の箱を壊せっていうことで、このジャンプ、強化したジャンプスタンプで、この箱を壊して、これを運べばいいんだな。で、ここまで運んだら、なるほど。こういうことだな。で、この橋、というか、なんて言うんだろう。この隅っこを渡って、行けばいいと。よいしょ。で、チェックポイントについて、ジャンプして壁についているダーツに掴まれ、B ボタンを押し、ウディが向いてる方に向かってダーツを、なんとかしろって、ちょっと読めなかったの、最後まで。あ、なるほどね。このウッディが触れるんで、そのタイミングに合わせて飛ぶと、ヒーハーって言ってきますね。ほい。で、最後は得意の銭形ケージ張りの、このテクニックで、ここまで来ました。これで外に行くんだな。で、次は開いている窓まで登る道を探せと言ってますけど、なんかこれ絶対使いそうだな。ダーツの発射装置を使って先生の机の上のなんちゃらかんちゃらをどうにかしろって言ってましたけど、このダーツ発射装置にダーツを発射しましょう。ん？こっちだな。ほん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 。なるほど。ダーツを発射して、自分が足場というか、使える道を作れってことですね、きっと。なんで、5本あるダーツをまず集めていきましょう。よいしょ。うん、うん、うん、うん。こうやって足場をどんどん作っていきましょうね。ここにもダーツを見に行けと。これで三つ目ですね。あ、いい感じだ。あと2つ。こっち側にはもう何もなさそうですね。となると、あとはこっち側かな。
こういうところも破壊していくしかないですね。どこにあるんだ？あ、ここに1個ありますね。これをじゃあ壊さなきゃいけないんだな。登れない。あ、この上に登れなくても近くでスタンプをやれば破壊できますね。これで4つ目が撃てると。あと1個、きっとこっちの方ですね。まだ探索していない、こっちの方にどっかにあるはずだ。あ、あの棚の上にあるぞ。これはどういうことだ。下を回してはしご車のはしごを回すんだな。でこの上をたどっていけと。で無事ダーツをゲットしました。これで5個全部集めたはずです。よいしょ。よしよし。あとは作った足場を使ってうまいこと窓にたどり着けばいいはずですけど、どうすればいいんだ。先生の机の上を渡っていけって言ってますけど、これは動かせないんだよな。動かせないと。そうするとお、こっから登れるな。で、こっから登って、さっきの要領で、ダーツを渡っていきましょう。よいしょ。これで、銭形警部ですね。ほいっと。これで外に出れるはずです。まだあるんだな。部屋の柵を超える方法を探せって言ってますけど、なるほど、この風船にうまいこと捕まって、これで先に進んでいきゃいいんだな。ほい。よいしょ。結構しっかり風船の上の方まで登っていかないとちょっと落ちちゃう危険性がありますね。なんでしっかり上まで登って、ギャー分かっていながらも落ちてしまう。ちょっともう一回チャレンジしましょう。しっかり上まで登って、ギャー、ちょっと早めのタイミングじゃないとダメですね。最後の青い風船に関してはもうこのタイミングで。でこの先はどうすればいいんだ。こっちに行けばいいんだな。よしよし。おー、ウッディが楽しそうだ。で、ガチーンとぶつかってどうなるんだ。こんなシーンあったかな、トイストーリー3。わお、なるほど、こんなのはなかった。こういうステージになってんだな。これ結構面白いですね。
これは下のタッチペンを動かしてうまいこと障害物を避けながら進むっていうアクションパートになってますね、完全に。なかなかこれが難しい。あまり取れてないかな、ボールが。わお、ぶつかると例によってボールを失いますね、せっかく集めてきたボールを。なのでできるだけぶつからないように、ぶつからないように、それでいて追加のボールを集めていくっていうことが重要ですね。慣れてくるとちょっとこの動きが分かってきますね。いい感じできてる。このままフィニッシュラインに。うわー、ぶつかったか。かわしたかなと思ったんだけどな。しっかり避けた方がいいですね、避けるときは。ギリギリで避けると当たり判定を食らう可能性がありますね。なのでしっかり避けて、今どこまで来てるのかっていうと上に出てますね。ちょっと見るがないという感じで、よそ見をしたらぶつかっちゃいますね、これは。なんでまだまだ先は長そうな、ちらちらっと上を見るとかなり先が長そうな感じがしますけど、これはしっかりと回復も取っていかないと死ぬ可能性もありますね。よーし、いいぞ。このまま、このまま。しっかりやっていかなきゃいけないけど、結構くどいぐらいに長いこのパート。もうそろそろ終わってもいいと思うんですけど、見る限り半分って感じですね。しっかりジャンプ台も通らないと確定で障害物に当たるっていうところもありそうですね、今のところとか含めて。なのでできるだけきちっと障害物は避けて、ジャンプ台は使った方が良さそうですね。この線路の上を走ってると何かいいことがあるんだろうか。特にないよな。なんか障害物が全くなくなったと思ったらいきなり出てくる。何だったんだ今の空白の時間は。これ到着したんだな。いや、そういうわけじゃないと。落下してる。3分の、どうだろう、2ぐらい来たかな。多分このイマジネーションボールを集め出すとキリがないというか、全部集めたくなっちゃうんですよね。そうするとこのステージも何度も何度もこうやり直すと、そういうちょっとした中毒性がある感じですね、このステージは。さあフィニッシュラインが見えてきたか。まだもうちょっとあるな。なんかいきなりステージが、さっきのトロッコのステージからなんか恐竜の骨みたいなところに入ってきましたけど、かなり道が悪いですね。これは跳ね方によっては取れないっていう感じですね、ボールが。ギャオ。なのでパワーに余裕があれば無理してレスキューポイントみたいなやつは取らなくてもいいかもしれないな。このイマジネーションポイントを最優先に取りに行った方が、そもそもこのボール取ってるとなんかいいことあるのか分かってないんですけど、これを中心に取っていった方がいいかもしれない。そして砂漠に戻ってきて、どうなんだろう、これでゴールが近いのかな。
ゴールが近そうですね。このサボテンがレスキューポイントにすら見えてしまうっていうね、そういうトラップもありますよ、ここは。さあ、ゴールが近い。もうそろそろゴールですけど、まだあるんだな。お、これでゴールっぽい。ドカーンとなって。サニーサイドに戻ってきたぞ。というわけで、次は保育園踊るの続き。開いてる高い窓まで行け。なるほど。今度は窓の上に行かなきゃいけない。ここはトイレですね。開いている高い窓。なるほど。この蛇口の上は跳ねることができるんだな。跳ねて上を登っていくと。で、銭形ケーブルを使って。よいしょ。そしてこのトイレットペーパーの上をたどっていくと、これが高い窓だな。これでようやく外に出れるんじゃないか。今度屋根の上に登んなきゃいけないの。ああ、壁を乗り越えなきゃいけないんだな。外に出たけど、まだ敷地の外には出てないと。わお、このツタに捕まんなきゃいけないんですね。よいしょ。で、ツタに捕まってまた、わお、あれ、ツタに捕まれない。さっきどうやって捕まったんだ。よっよっ、何もしないで捕まれるときと捕まれないときがあるの。で、よいしょ。で、上に登って、わあ、いっぱいあるぞ。よし、ここでイマジネーションボールを大量に取って。で、ビュイーンとカイトに乗って去っていくと。あ、そしてボニーだ。確かボニーで合ってますよね、これ。というわけで、サニーサイドを無事脱出したところで、長くなってきたので一旦終了して、この続きは、次回ですね、お届けしていきたいと思います。というわけで、次回もぜひぜひお楽しみに。